はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルディオ編究極、こちらのフロア5ですね、最終フロア攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。でアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、黒キラですね。ハイパーヒール、ソニブ、体力、焼けをつけてます。アタック仕様です。アタッカー仕様です。続いてディースゲですね。モノクロ完成しておりません。14です。ディメンション、俺が戦うぜ、見してやろうをつけてます。続いて、キンスケですね。湧き上がる、先導、フルスロット、完全生物をつけています。スタンバイには、クロジキですね。終わったな、とどめの一撃、必ず仕留めてくれよ、アイテムブレイクをつけています。そしてリンクスキルをつけていますので、行動カウントが必ず1になります。そして、時太郎ですね。時太郎がゲストにやってきますので、早くどこで落とすかが肝心な寛容な場面になります。では参ります。モノクロをね、少しでも完成させるためには、時太郎を落とすのが大事という感じですね。では、いきなりですけど、金助で、ちょっとなんか失敗しておりますが、金助でなんとかいけるはずです。回復瓶だけ取っておきましょう。何回やっちまったなって感じですが、さあ今度は、黒キラで走っておきます。おっと、ここでドキ太郎が自爆に巻き込まれてくれました。ありがたいです。はい、ね、これで完成は一応してるのかな。とりあえず、クロキラでアタックしておきましょう。なんとかしてほしい。これはなんとかしてほしい。仕方がないので、デジダイヤモンドです。スコーバーですね。はい、第1ラウンドクリアです。そしてラウンド2ですね。第2ラウンド行きましょう。ですね、先に D 付けですね。ここはですね、レイミさんと、スティーダンが、それぞれヒット数が、ね、1になるので7ヒット目まで、我慢していきましょう。なったのでクレイジー D ですね。ダメージは通しておきたい。これでどうだ、クレイジーダイヤモンド、スコー、ダメでしたね。はい、今度は真面目にいきましょう。真面目にいきましょう。これはクロキラでいった方が良かったですね。クロキラの方が早かったですね、アタック仕様なんで。はい、第2ラウンドクリアです。そして第3ラウンドですね、マニッシュボーイがやってまいります。一撃で倒してくれます。ディメンション積んでたの忘れておりました。さあここはクロジーが、振動やっておりますので、そしてディメンションです。一応アイテム全部回収してディメンションです。さあ第4ラウンドですね。第4ラウンド、ここはですね、まあ相変わらず攻撃力を十分の1にしてくれてるので、ハイパーヒールで何事もなくしておきましょう。そしてディスケでクレイジーダイヤモンドバーンですね。ストロボンをバーン。はい、倒せましたね。ここは、黒キラで走っていきます。
走ってなんとかしちゃいましょう。はい、続いて第5ラウンドですね。ここもクレイジーダイヤモンド、クレイジーダイヤモンド CSS。続いても CS です。ちょっと1回私の場合当てた方がいいかなっていう感じですね。まあビーチだと思うんですけどね。はい、倒せました。そして最終フロアですね。ここで誰を捕まれるか、ディースケじゃないことを祈るばかりです。ディースケではないので、安心していきましょう。クレイジーダイヤモンド、スコーン、ディースケでいきます。さあこれで落ちるか、落ちてくれるか、どうだ、どちらでもないっていう感じですね。はい、これで無事倒すことができました。ありがとうございます。はい、無事クリアすることができました。ありがとうございます。無事、またね、登場することができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストバトル。